こちらがポーランドの国境なんですが、こちらにウクライナに行く車列が100台以上連なっています。ウクライナの国境警備隊は12日、ロシアの侵攻が始まった2月24日以降に87万人のウクライナ人が帰国したと発表しました。もともと国外にいた人が戦闘に加わるために戻ったケースのほか、一旦は国外に避難した女性や子ども、高齢者などが帰国するケースが増えていて、帰国者は現在1日あたり2万5000人から3万人に上るということです。ウクライナ西部などでは比較的情勢が落ち着いていることから、帰国を選択する人が増えているとみられます。